うちの班の集合場所は確かここって聞いたけど。来た来た。おーい、なあ、集合場所はこっちですよ。どうも、今日はよろしくお願いします。こっちこそよろしくね。今日は一日お掃除頑張りましょう。それにしても見事に知り合い同士で集まっちゃったね。はい、学年混合で学校が決めた班なのにすごい偶然です。むしろ知ってる人ばっかでよかったっていうか、知らない人しかいなかったら気まずかったし。確かに知らない先輩と一緒だと気まずいかも。掃除場所決めの9時に行ってるお二人も知ってる人でよかったですね。そうですね。あ、噂をすれば来ましたよ。ごめん、くじのとこ結構混んでてさ、遅くなっちゃった。お待たせ、かわいいお姫様たち。私がいなくて寂しい思いをしていなかったかい？ん？どうかした？いや、すごい二人と一緒になったなと思って。うちの学校でもノリがすごい二人だもんね。一年私だけだし、このメンバーだし、くじちゃんと混ざってんの？なんか今日大変そう。えへへ、カオルくんと一緒で嬉しいな。今日は頑張ろうね。こちらこそ嬉しいよ。楽しい校内清掃になりそうだね。瀬田さんとひなさんって仲いいんですか？うん、仲良しだよ。私、カオルくん大好きなんだ。そんなに。ひなにしたらカオルって興味を惹かれるものだらけだもんね。だってカオルくんすっごく面白いんだもん。なんかいつもキラキラしてるし、言ってることも変だし、一緒にいるとルンってすることをたくさん。悪口？多分ひなさんなりに褒めてるんだと思います。確か仲良くなったのは2年生になってからなんだよね。うん、そうだよ。でも何がきっかけで話すようになったんだっけ？私も覚えていないが、きっと運命の糸に導かれたのさ。めっちゃ楽しそう。けどちょっと意外な組み合わせです。私は2人と同じクラスだから慣れちゃったけどね。ところで掃除の担当場所なんですが。ああ、最高の掃除場所を引き当ててきたよ。午前中はグラウンドの横のスペースで、午後からは屋上を担当することになったんだ。グラウンドの横？茂みが伸び放題になってるところですね。浮かない顔をしてどうしたんだい、二人とも。だってあそこってあの井戸があるところでしょ。井戸？ほらあれだよ、うちの学校の七不思議の一つになってる。覗き込むと引きずり込まれる井戸ですよね。私も前にモカから聞いたことがあります。二人とも怖がりすぎだよ。そんなのただの噂だってば。言ったことあるけど別に何も起こらなかったよ。そういえばカオルさんもあの辺りよく行ってますよね。静かだから芝居の稽古をするのにちょうどいいって。ああ、そうだね。特に怪しいものを見たことはないけれど、そんな噂がある場所だとは知らなかったな。ほら、カオルくんも何もないって言ってるから平気だよ。でも
今日が何か起こる日かも。そうは言っても掃除はしなくちゃいけませんし。平気平気、お化けも昼間には出てこないって。だといいけど。